安本昇はこの門をくぐって人間の悲しさと醜悪と美しさを知った。これはひどすぎる。何のためにこんな子供がこんなに苦しまなければならないのか。この子は体も病んでいるが心がもっとやられている。やけどのようにただれているんだ。安本、この子はお前に預ける。これはお前の最初の患者だ。ちゃんと治してみろ。はい、そのぐらいのまあね。手相。はい、行きましょう。